とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。最近、ダンジョンズに復帰した方からのコメントでしたね。最新のビルドランキングをやってくださいということです。確かに、最初の頃やってて、今始めたら、だいぶ変わってると思うのよ。戦い方も全く違うと思うので、これは知っておきたい情報だと思いますね。ということで、今日はランキングではないんですけども、おすすめビルド3選やっていきたいと思います。では早速、行きましょう。それではおすすめビルド3選、まず一つ目行きましょう。まず一つ目はこれですね。怒りビルドです。多分最初の頃やってて復帰したっていう方は、この武器は知らないと思うんですけども、途中で追加された武器です。攻撃速度は全武器中一番遅いです。速度は一番遅い。ただ、破壊力は全武器中ダントツ1位のとんでもない強さの武器ですね。ただこれ攻撃をするだけじゃなくって、毒を撒き散らして、3秒間ものすごいダメージを与えます。普通の攻撃プラス毒ダメージですね。で、攻撃範囲もめちゃくちゃ広くって、さらに重力までついてるので、たくさんの敵を一気に倒すことができます。この武器使ってる人めちゃくちゃ多いですよ。そして防具ですけども、これを使うにあたっては、ポーションバリアだね。無限ポーションバリアを使っていくと、かなり、進んでいくことができます。ポーションバリアを使うと、9秒間、90% ダメージダウンになりますよね。これは昔からあったと思うんですけども、これプラス、リフレッシュですね。リフレッシュをつけた、覆われた怒りを使うと、どんどん、ポーションのクールダウンが、減っていきます。なので、常時、無限ポーションバリアを使うことができるので、この二つ、おすすめです。もしくは、俺のおすすめするものとしては、二つありまして、フルメタルアーマーですね。攻撃力も上がって、さらに 35% のダメージ軽減、そして 30% のダメージ回避がついてるので、これでも使っていけます。そして、もう一つですね。これ。ウィザードアーマーです。これも 35% 軽減がついてて、さらに 6% のダメージ吸収がついてます。敵をたくさん倒す怒りと相性がいいので、この3つですね。勇者のアーマー、もしくは英雄のアーマーですね。と、ウィザードのアーマーとフルメタルアーマー。このあたりが、装備としてはおすすめです。で、必要エンチャントですけども、アーティファクトのクールダウン。これは絶対必要。そして、毒フォーカスですね。これがあると、毒ダメージが 75% アップしますので、おすすめです。あとはね、ポーションバリア、そして防護なんかがついてると、かなり使いやすくなると思いますので、やってみてください。アーティファクトだけども、攻撃速度が遅いので、キノコ。これは絶対に必要です。つけてください。そして、防護をつけた敵とかが出てくると、なかなか倒しにくくなるので、ドラを入れてるといいですね。3倍ダメージが出ます。で、ここは、好みだと思うんですけども、エリクサーのカバン。これは結構おすすめです。パワーポーションとか、速度のポーションが出てくるので、いろんなところで、活躍することができます。まあ、これを入れずに、ブーツを入れるっていう人も多いと思うんですけども、あと羽とかね。うん。まあ、とにかく、キノコとドラ。これは、ほぼほぼ必須だと思うので、つけてみてください。第3位。第3位じゃねえな。おすすめビルド3選1つ目。怒りビルドですね。強いですよ。続いて、おすすめビルド3選2つ目ですね。カバンビルドですね。カバンビルドはね、使ってる人、かなりいます。めちゃくちゃ多いと思います。まあ、それぐらい使えて強い装備なんですよね。やり方はちょっと難しいです。まず弓だね。弓に
エンチャントでクールダウンショット、そしてロールチャージ、この二つがついてれば OK です。どの弓でも、まあ大丈夫なんですけども、できるならば、弾数を多く持てるやつがおすすめです。例えて言うと、この機械仕掛けのショート棒、そして愛のスペル棒、あとパープルストームとかね、その辺はかなりおすすめです。またね、冬の指先とか、こういうのでも、大丈夫です。こういうのを探してください。必要なエンチャントは、クールダウンショット。で、アーティファクトチャージ、もしくはロールチャージ。どっちでもいいです。アーティファクトチャージかロールチャージ。その二つがついてるのを探してみてください。このセットですね。うん。まあ、できれば、弾数が多いやつがベストです。そして、防具。ですけども、防具のおすすめは、これ、ソウルダンサーのローブ、もしくは、輝くローブ、そして、黄金のピグリンアーマーですね。その3つが、おすすめだと思います。まあ、これは好みが分かれると思いますけども、俺は大体ソウルダンサーのローブを使ってます。何が重要かっていうと、防具のスキルのアーティファクトダメージがプラス 50% アップですね。アーティファクトのダメージが 1.5 倍になるので、このエレメントのカバンのダメージがものすごくアップします。で、さらに必要なエンチャントとして、クールダウンです。一つか二つついてれば十分ですね。まあ、一つで全然いけると思います。そして、雷フォーカス、稲妻フォーカスですね。これも絶対必要です。まあ、おさらいしますと、アーティファクトのダメージ 50% アップの防具に、稲妻フォーカス、そしてクールダウンがついてるやつを探してください。まあ、これがあると大丈夫です。で、あと、回復手段っていうのが必要になります。回復手段は武器で補っていきます。武器にエンチャントで流れ込む魂。これがついてるやつを探してください。魂を吸収するたびに HP が 6% 回復します。これでね、もうほぼほぼ HP 満タンになるので大丈夫です。おすすめ装備はこれ、フロストサイス、そしてこれですね、不滅のナイフ。この2つあたりがおすすめです。まあソウルフィストとかそのあたりでも代用できるんですけども、まあ俺のおすすめは不滅のナイフ。もしくはフロストサイズですね。はい。で、これを装備した状態で、羽を連打しながら、エレメントのカバンも連打。さらに弓も連打するという。はい。手動でするとこんな感じですね。でも連射器を使うとかなり楽になります。やってみてください。これかなり強いですよ。それでは、おすすめビルド参戦。三つ目はこれ。無敵バブルビルドですね。これ必要なものが結構限られてて難しいです。まず必要なもの。スキルで一瞬だけ無敵になるっていう防具ですね。これを探してみてください。影の衣。もしくは、これ発光するイカの防具。そして、ミステリーアーマーですね。それに、この無敵スキルはつきます。そしてエンチャントでクールダウン。これがついてるやつを探してください。クールダウン絶対必要です。で、さらに、弓ですね。弓はもうこの弓だけです。バブルバースターだね。で、必要なスキルがアーティファクトチャージ、クールダウンショット。このアーティファクトチャージはロールチャージでも構いません。この二つをつけてください。この2つが最低条件ですね。で、プラスアルファで他にもつけると強いやつはあるんですけども、まあその2つがあれば、最悪使っていくことができるのでいいです。で、何が強いかっていうと、バブルバスターをチャージで撃つと敵をバブルに包みます。泡に包むんですよ。で、その泡を包んだ状態でもう一度泡を包むチャージショットを使うと泡が潰れます。で、その泡が弾けた時に大ダメージを与えることができます。そのダメージが、防御力依存
なんですよね。防御が高ければ高いほど、ダメージが跳ね上がっていくので、この無敵っていうのが、重要になってきます。ほぼほぼの敵をワンパンで倒していけるので、このビルドが今現状では最強かと思います。まあ弱点はあるんだけどね。そして武器。さっきのカバンビルドと同じく流れ込む魂がついてるやつをつけてください。まあこれがないと、回復がちょっと難しくなるので、これをつけるようにしてください。で、アーティファクトはふわふわの羽。これをつけとるだけで大丈夫です。あとの2枠はフリーですね。何でもいいです。エレメントのカバンで攻撃していくのもいいし、ブーツとマントをつけて高速で移動していくっていうのもあり。風のホルンで敵を寄せつけないようにするっていうのもありですね。まあもちろんキノコ使って近接で行くっていうのも全然ありです。はい。まあ、ちょっとね、武器集めたりするのは難しいと思うんですけども、バブルバスターのビルド、めちゃめちゃ強いです。そして、今回紹介したビルド以外にも、もう一つ、俺のおすすめのやつがあるんですけども、まだ、持ってません。まだ持ってないんですよ。今ね、もう必死に探してるんだけども、マジで出ません。マジで出ない。だけども、まあ、出た時には動画で紹介しますのでよろしくお願いします。まあ、ヒントを言うと、黄金スキルにクールダウンがついてるやつですね。あれめちゃめちゃ探してるんだけども、出ません。まあ、とりあえず、今日ご紹介した3つですね。あれが、まあ、今現状で使われている、主なビルドだと思いますので、まあ、探してみてください。まあ、復帰する前の装備を使って、ある程度は進めていけると思いますので、やってみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。